こん,ばんはです本日はえっ、ー、と普段回答がハロプロばっかりになってしまってるんで j p o p ものへのコメント返し動画をお届けしたいと思っております最初に説明しておきます。 えと僕のコメント返し動画は作品もそうですけどその時代とかその風景に合うようなものを引用しながらお届けするそんな形になりますので、えっと、ラジオ的に聞いていただければ最後までお付き合いいただいても面白いイメージになるかと思っておりますので是非この時間を有意義に過ごしましょう、えー、とそれでは早速スタートしたいと思っております聞いてねえっとね 岡村康之さんの最初の動画の方このね岡村康之さんの動画はかなりの人が検索してくれて見ていただいていますありがとうございますじゃあ早速行きましょう0665ドムさんありがとうございますえっ、ー、と家庭教師の感想解説もお願いしますえー、近いうちになります本当にすごい近いうちだと思います是非ちょっとお友達にもチャンネル登録を <laughs> あんま言わない方がいいんだっけねあの あのでも楽しみにしてもらって十分お返しできるような形で頑張りますんでお願いします。であとねこれ未来くんとかあの僕の僕近しい人たちもよく書いてくれてるんですけどそこをちょっとまたレスしてると思うんであのまた次の機会にトークしていきたいと思ってますのでよろしくね。じゃ次行きましょう。えー、っとねこれ「岡村康之2」というのを挙げていてもうちょっとこれサムネとかねあのサブタイトルとか考えればよかった気がしますけど。 ちょっと今後の課題ですね。でこれも検索の僕ねショートバージョンの方に、えー、いろいろ何て言うのかな解説欄みたいなのをこれ YouTube の内部であるんだけどそこには載せていてあっちの方見てもらった方がいいかななんて思いつつ雑なバージョンも上げてしまいそこに書いてくれたコメントの皆さんにお返ししますえー、っとねまずは岡野康之さんこれいいですね,ね 中森明雄的な <laughs> 怒られそうありがとうございますえっ、ー、と山下達郎が自分のラジオ番組のスポーツの曲特集でバスケットボールをかけていたお酒の曲特集ではカルアミルクかなり対極にいるアーティストのように感じるけどあの方は分かってらっしゃる山下達郎いいとこ出してくれましたねえーじゃあまずその辺の僕のイメージからお返ししていきます 当時ねこれ「安すというアルバム1989年あたりの話をしたくてこのアルバムの話したんですね。で89年90年ぐらいの時って山下達郎さんって「アルチザン」っていうアルバム出してたんですよ。で確か桑田佳祐さんとかと僕もサザンとか桑田佳祐さんも大好きなんでとあとラジオで「そのアルチザン」と当時稲村ジェーンとか出していた頃語っていたんですよね。それで俺 山下達郎さんがく桑田佳祐さんに対してすごく上からなのを <laughs> しゃべり方しててそれでちょい引きみたいなのを覚えてますよ。うん、でもねそれこそすぐそんな遠くない後に僕もねあの山下達郎さんの若い頃の、ね、ダウンタウンへ繰り出そう的なあれ俺たちひょうきん族のイメージなんですけど <laughs> まあねそういう70年代初期の活動なんか あの振り返り音,音を聴きなんてしていて、まあ、ビーチボーイズ聴いてね,トレねとかあとカーティス・メイフィールドですかアメリカのね60代後半70年代前半ぐらいの時のソウルミュージシャンですけどで80年代の「トレッピングアウト」っていう曲がドラマの主題歌とかになって日本だと有名だと思いますけど、まあ、山下さんはその。 いわゆるサンプリングが上手だったわけですよね。<laughs> あの外さないようにこの辺にしておきます。で、そうだ。山下達郎さん。いや、よう、何を言いたいかというと、洋楽のね、えっ、ー、とエッセンスをしっかり間違えず届けることができる。そういった意味では岡村康之さんとかと。まあ、日本のジェイポップアーティストって、みんなそうだと思うんですけど。そこが、あの。要は言葉選ばず言えば、パクリって言われる人たちと、僕一線あると思います。 なんかすげえ和風にするためにどう料理していって、まあ、今の今の j p o p とかになってんのかなってとこが山下達郎さんなんか聞いてると面白いですよね分かりやすいですし、まあ、この辺の話もまたちょっと j p o p コーナー国のチャンネルでは掘り下げていきたいと思ってますので引き続きお付き合いお願いしますでありがとうございますで岡野さんの次つるつるさんという方ありがとうございます えっとね、安雪時代の岡村さんは表現力と歌唱力のバランスがすごく良いなと当時の武道館公演を見ていると感じます特にこの頃はよく声が出ているなと思います家庭教師編も楽しみです嬉しいですねバランスがいいですよねアイドル安雪なんて僕はこの安雪までのことはそういうふうに言っているつもりなんですね まあ正解を言うとピーチタイムまでそうですね。うん、でそこら辺の岡村康之さんって、まあ、前も言ったけど可愛いもあるし、うん、なんか J−POP 届けるためのパーツ全部持ってんなって感じですよね。まあそれですから1万人のキャパシティとかでもなんか当時はね、本当女の子ファンばっかりだったと思いますけど。 全然パワー負けしない、うん。まあでもこの人特別です。もう僕,僕が論じると僕のね思いが強く反映されてちょっと作品から遠ざかりそうなのでこの辺にしますけど、えー、と素敵なコメントありがとうございます。私も同じ気持ちでございます。家庭教師編楽しみにしてね。じゃあ次行きましょう。えー、と島袋光明さん。ありがとうございます。 えーとイエローデイトヤスユキは当時よく聴いていたが地元では友人と2人だけで盛り上がっていた感じです、えー、とちなみに雨の「雨の森川海のガールズゾーンはヤスユキっぽくないですか?」アルバムリリースで細かいサウンドメイクを聴いた時に「安ぎかよ」って思いましたありがとうございますこれもうよく飲んでる方なんですけどあとハロープロファン で「すすすからね音楽もすごく詳しい方ですで、雨の森川海」これご存知ない人に説明しますとビヨーンズ去年日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得しましたビヨーンズの中にまあ最終的に中になっちゃうんだけど最初にこの「雨の森川海」というグループでデビューした5人がいてね可愛い子たちばっかりです。あ,あの岡村つながりで岡村みなみという子がいますんで。 あんま似てないですけど <laughs> 可愛い子なんで岡村つながりで聴いていただいたり見ていただいたらいいかなと思います。であのこの曲「ガールズ・ゾーン」っていうのはねあのまあ、ちょっとシリアス系かなうんこう,うん今説明しました岡村みなみちゃんはちょっとなんかスケバンデカ的な斎藤幸的なポジションなんですけどうん。 なあこれね大森聖子さんっていう曲作曲まあシンガーソングライターですよね彼女も今の時代では希少なもしあれだったら椎名林檎さんの昔なんていうのをイメージされてる方だったらちょ,ちょっとそこからお面白そうだねと思って聞いてみたりしたらなんか扉の開け方としてはいいかもしれないですでその人の曲で「安雪っぽい」というねポイントなくもないけど <laughs> 書いてもらったらだけど「 俺そこまでじゃない気がするね、うん。でも言いたいこと伝わってきます。あとこういうディスカッションはすごく好きなのでまず書いてくれてありがとうございます、ね。サウンドメイク。でもちょ,ちょっと当たってるとこあるかもね、うん。これじゃあ皆さん検索して聞いてみてください。ガールズゾーン、雨の森川海。ビヨーンズガールズゾーンと出てくるかもしれません。あざす。で、これ、安行ターンはここだけで、次が。 そうこれ尾崎豊さんをね僕ライブデビュー日にあげたんですけどお恥ずかしながらちょっとほとんど喋れてなくてあれもうちゃんとやり直しますすいませんで,でもそこにコメントくれた方々にお返ししますえー、っとまずいきましょうかここはこれかなんかちょっと開き,開き,開きにくいな ごめんねちょっとねこれねパソコン僕結構古いものを使っていてえっ、ー、とどうやって開け <laughs> あの速度がちょっと遅くなるときな、ねうんですすいませんねこんなこんなこと言ってうん、えー、とこれでいいのかなこういうの,のところをねちゃんとやらないとダメなんだよねって言われますはい 開いてくれ、開いてくれ。うん開いた。はい、すみません。お待たせしました。ともみふるかわさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、くにおさん、これちょっと待ってね、景色描いてあるの。これ何くんなんだ。くにおさん、これまことくんでいいのかな。すみませんね。くにおさん、まことくんと一緒に見ました。 えっと、私は尾崎世代です。感動しました。次の動画も楽しみにしてます。ですね。感謝します。ね。尾崎世代。これどっからが尾崎世代っていうんですかね。尾崎豊さん1965年生まれだと思うんですけど、同世代なのかな。吉川浩司、先ほどの岡村康之さん、ね。1965年、優秀な方々、ミュージシャン多いですね。 僕がバンドマンやってた時は67年ぐらいの人たちと結構つるませていただいたというかまあ,あのからかっていただいたってことだと思うんですけど、うん、やっぱその辺の人たちって日本のなんか最初のバンドブームだったりとかこういうエピックとかのねところでバーンと輝いたイメージありますねなんかね羨ましいですよその 最強にアナログだったと思いますけど時代としてとか人付き合いとかとしてねでもだから出てきた言葉って絶対ありますよねそこが僕は最後分かってる気持ちになってるけどうーんなんかとにかく全部先起こされていて全て先輩のやってるものがキラキラしてるように見えてたそんな感じですよあ1975年生まれですから10年あの下になるんですよね またね、ちょっと当時の聞き方どうだったかみたいなのをコメントくれたりしたら嬉しいです。ありがとうございます。では、続いていきましょう。後藤さん。後藤さん、いつもありがとうございますね、えー。後藤です。尾崎豊というネタとしては深く潜っていきそうな素材にもかかわらず、そっちに話題を着地させましたか新宿ルイドでのライブ、日比谷夜音でのライブ、あ日比谷夜音でのライブ、復活の東京ドーム。 あの日だったから、この場所だったから、尾崎豊に限らず、ライブにはそんな逸話や伝説がつきものです。何もと言われるライブだからこそ、このタイミングを逃せないライブが、えー、実際できない現状が残念です。騒動の早期収束を願っています。そして広報にちらちら映り込むサムデイのシングル版は、自作の壮大な予告編でしょうか、笑い。 うんねこれどういう話をしてたかというとが見てない人は動画戻ってもらったら嬉しいんですけどあ嬉しいというかあんまりうんあんまり見なくてもいいかもしれないけどあのねやっぱりそれはバースデーライブとかあと卒業式で尾崎さんは高校を中退し自分の在学していた青山学院高校かな。 もう中,中退した学校の卒業式に自分のデビューライブをぶつけてるんですよ。息ですよね当時の、まあ、大人たちが選んだんでしょうけど心心捨てろという雅の大人たちが「やめますか」<laughs> ですけど、えー、僕はあの日のデビューっていうのはすごくその後のドラマを生んだと思うし。 ここに書いてますけど「日比谷矢音」でのライブだイブだったりなんか尾崎豊自体自身が尾崎豊像にこのなんていうんですかね侵されていくじゃないですけどちょっと言葉間違えそうだなうん,なんかかえていかなきゃいけないみたいになってたんじゃないかなと思ってますねえ尾崎さんって本当にそういう 時代,時代が生んだのかもしれないですよね。なんてことを考えます。えー、であとこれ、ね、そう最後東京ドームまで行って今でもそう巨人戦とか、まあ、ガイタルのね来日とか最近はイエローモンキーのライブとかで東京ドーム行きましたけど東京ドームに行くとねあのコきラ落としの年ですよね1988年に大崎豊さんがライブやられていたこのプレートが飾られてるんですよね。 尾崎豊さんら東京ドームでやらせたっていう判断もすごいですよね当時時代がなせる技な気もしますねライブができない状況なんかもうちょい長引きそうまで聞いてるんですけどうぼちぼち動かなきゃっていうようなタイミングっぽいのが今日3月18日期待しましょうでサムデー佐野元春さんでしょ <laughs> ですか佐野元春さんはもちろんしっかりやりますよ。うん、ちょっとまたね、着眼点も違う風に見ているんで、それも楽しみにして,てください。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。これ、騎馬敬語退散でいいのかなありがとうございます。国尾チャンネルさんがお酒好きだったんですね。私は全く同世代なあ、同年代なんで、自分は有明コロシアムのチケットも買ったのに行けなかったんだよな。 でもステッカーだけ買ってきてもらったけど曲も詞も最高ですよねまあああいう天才みたいな人そう出てこないだろうなもっと、うん、コメント多分コメントとでしょうねコメしたいですが止めやめときますあとす尾崎ね好き好きってねなんか尾崎好きな人と尾崎好きって言わないのよ <laughs> いや好きななんだけどなんかねこの人ね特別なんだろうねジョン・レノンならジョン・レノン好きだって言えるんだけどあでもジョン・レノンもね本当にリアルタイムの人は言わないかもよなんかね音楽じゃないしファンっていうのと違うんですねい難,難しいこと言いそうだから、ね、すいませんね多分これ先輩だと思いますから いいですねチケットあっていけなかった何があったんでしょううらやましいですねうんで裏側はねなんかこ天才っていうふうに言うけど大人たちがやっぱりちゃんと尾崎豊っていうこういうねあの絵面ですよこのデザインから芸術じゃないですかちゃんと考えて決めたそあの時のソニーミュージックってそういう人たちがいたってことですよね、うん、それこそピアノ西本明さんとかね 須藤さんも素晴らしいけどいそういう話もまたちゃんとしましょうありがとうございますともう1個あったっけな以上かなあと原辰徳さん原辰徳の,のねアイドル説あれ驚くほど私の動画の中で再生数が伸びませんじゃあそうっすよね これにコメントをくれた方いらっしゃいますね。ちょっと j p o p という枠にしてお届けします。えっ、ー、と原さんのファン歴、あ、これ、服部正和さんです。ありがとうございます。原さんのファン歴30年近くになります。共感できる方がいて嬉しいです。これだ。<laughs> えっと原さんは怪我さえなければとんでもない数字をまだ残してますよね。卓越した大液センスでしたし、もう少し長く現役見たかったですよね。 とにかく花があってスター性がありまさに巨人な顔でしたね人間性がとにかく素晴らしいから好きですいやー嬉しいこの一つのコメントで救われてますえっとねな,なんで僕アイドル腹立つのって言ったかっていうことをもう一度お話しすると当時80年代っていうのがプロ野球選手が花形だったんですでプロ野球選手特に読売巨人軍毎日 あの平日もんですよ、あの試合の中継があって、7時からだいたい9時まで,で、ほぼほぼ延長し、9時21、2分ぐらいまでやるんですよ。で、そういう時に小学生で育ってるから、あの本当はね、アニメ見たかったんですよ、7時台、子供の、一番子供とき。でもうちの親父が、あの巨人戦に帰るんですよね、帰ってきたらね。 れで反発してるともう当時の本当にめちゃくちゃですよ昔って全然パワハラとかなんとか普通にぶん殴られますからでこうそうすると子供ってすごくナーバスじゃないですかいい家にも居場所ねみたいな <laughs>、ね、そ,そうなるともう野球好きになって親父と話し合わせた方が生きやすかったんですよた最初そんな動機ですよ でもじゃあ何を好きになろうかと思ったら腹がかっこよかった、うん、腹がすごくねしかもねちょっと子供だったから僕らに近いようなだルックスだよね感じがちょっとその辺の兄ちゃんっぽい感じに見えたんですよねで頑張ってほしいなって思えたでそうアイドルってそういうとこだと思うんですよねなんか自分たちにちょっと近いんだけど可愛らしさもあってすげえ頑張ってて なななんか応援したいなみたいいみさでそういうのを兼ね備えてるのが多分当時野球だった気がしますよ。特にジャイアンツっていうのはそういうようなゾーンにいた。あれ1980年代だけなのかな昔の大長島時代僕正直ほとんど記憶ないんですね、うん、でもね今はそうではないだろうから時代の流れとかっていうのは受け入れるけども ちょっと巨人ファンそこでなって僕も30年、ね、以上の巨人ファンですから40下手したら40年近いですよ。ね言い過ぎだけど378年くらいやってるけどねですけれどもとてもこれ分かりますねあと野球のプレーの話っていうのはちょっと開幕前になってるんでいらねえよって言うかもしれないけどあのニーズなくてもやりますからそこをちょっと付き合ってくれたらと思ってますありがとうございます。 ではじゃあ今日はあー j p o p 系のコメント会し初の試みでしたがどれぐらい再生していただけるか分かりませんけど、まあ、自分の好きなことですし、えー、国をという人間の成り立ちでは外せないものですからこれからも地道に、えー、皆さんにお届けしていくディスカッションできるそんな機会を作っていきたいと思っていますこれからも国のチャンネル後半になってると言ったら変ですけど100本作ろうと最初いろんな試しをしようと思ってて 51本目から100本目に入っているところでは新たな挑戦もしていきたいと思っていますのでそちらもお付き合いいただけたら嬉しく思いますということで今後ともよろしくお願いします国のチャンネルでしたまた会いましょうありがとうございます